ちゃちゃは。ちゃちゃ。ちゃちゃスリー。買っちゃうの？ちゃちゃスリー。いる？いい欲しい。なんならワンツーも欲しい。欲しい。ちゃちゃ。あ、クセスチャンネル。あの春日さんの奥さんのあるでしょ。チャチャ送る。はい、チャチャ。はい、来ました来ました。来ました来ました。そしてトリお、来ました来ました。まあ、デストリー。あのワンちゃんかわいい。チュー、気づかんくてごめん。これでコミさんに課金が出た。課金。カスガさんのためじゃないから、コミさんのためだから。コミさんのため？何言ってんだ、チェチェのためだろ。これでチェチェのご飯がちょっと良くなる。俺は。うわ。イエーイ。パッ。うわ。やばくないこれ。やばいじゃん。ほら、やばいって。何回通ってんだこのトンネルっていうね。やっぱり倍はすごいわ。ここに来ると余裕ができるんだよ。左右の方は余裕ができるが、最初の方俺突っかかるんだけど、なんなら入れないまである。やっぱりチビ推奨。俺もチビだわ。だって知ってる、最後余裕だぜ。やばいよね。なんだっけ、うん、女の人がさ、うん、160センチ台の男性は無理、150センチ台の Y 勝ち組。ね、ね。すげえ言葉選ぶけどね。あの100が150、70センチ以下の男性はうんちゃらみたいな。本当やってる。ね、大丈夫やで。そんなね、いけない言葉を使う人は150センチだろうが160センチだろうが170センチだろうが無理だから。身長でね、人を決めるなんてそんな無理よ。今すっごい言葉選んでたのにさ、何急に人権ないって公言しちゃってんの。あるに決まってんだから。
需要って知ってるって言いたくなるよね。確かに。いいね。ね、どっかの天才みたいな言い方で人権って知ってるとかさ、需要って知ってる。最高だね。回ってないところだったら100歩いや1万歩譲っていいよ、うん、嫌われるのはあんただけだから、うん、あんたとそれに乗っかってる人たちだけだから。でもカメラとかそういうね、誰が見てるようなわからないようなところで行っちゃダメよ。もうそんなこと言うんだったらさ、カメラ脱出だよね、ネット脱出だよね。YouTuber？ゲーマー？配信者？当てにしちゃダメよ。本当だよ。本当だよ。本当だよ。やばいね。でもね、配信って楽しいんだ。ね。もうやめよっか、この話。うん、な、怒りが湧いてきて何言うかわからない。なんか俺が聴いてるさ、うん、歌でさ、ダメだねダメよダメなのよって歌があるのよ、うん、それこそその発言だよね。その発言こそさ、ダメだねダメよダメなのよだよね。やめようって言った途端にやっててくさ。ということで終わる？この話。ということで、もしこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、じゃあバイバイ。バイバイ。これはダメなのよ。左手のボーイングのサイン。なんだっけそれ。なんだっけ。日向坂の。あれか。ということで、バイバイ。